残りの素敵な思い出を作って楽しんでください。はい、爽やかやな。今週もその顔は大丈夫でしたよ。今週は抽選でお菓子詰め合わせを100名様にプレゼントいたします。明日の目覚ましどういうやつ。はい、愛知県にいるちょっと変わった猿が話題になっています。名前を呼ぶとワンコみたいに近寄ってきてくれるんですよ。楽しみに。そして5月のマンスリーエンタメプレゼンターチームラックスリーダーの森崎ひろゆきさん、月曜日に登場です。お期待ください。それではでは占いです。今日最も良い運勢なのは伊手座のあなたです。あまり話さない人と仲良くなれそう。相手の目をしっかり見てアプローチしましょう。ラッキーパーさんは最近夢に出てきた人です。3位の水亀座の人は突然の思いつきで大正解。信じて行動しましょう。7位のさそり座の人は時間が足りなくなりそう。計画的に作業を進めてくださいね。続いて10位の乙女座の人は何気ない発言で面倒な話に責任を問われないように注意してください。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい神座のあなたです。議論がヒートアップして口論に発展。深呼吸して相手の考えに耳を傾けましょう。でも大丈夫。そんな蟹座の月を回復させるラッキーメニューは手巻き寿司です。今日も元気にいってらっしゃい。まだ4日あるからこれから出かけようっていう人もいるだろうし、どうしてもスカウトだけど。